今年の主神社は、徳島県徳島市通り町に鎮座する神社である。今年の主命を国に主の命を神殿とし、家内安全、商売繁盛、などを祈願する神社として、古くより親しまれている。通称、大い別産、絵別産。また、今年の主神社一帯を中心に、毎年1月9日から1月11日まで、 行われるエビス祭りが有名で、植木市なども広く開催される。3日間エビス祭りでは、約10万人ほどの参拝客が訪れる。と、串間市民遺産に選定されている。大国主名、今年の吉命を祭る神社である。もともとは、明東文化八幡村、エビス山の円福寺に鎮座しており、エビス神社という名であった。エビス山城主である、 篠原佑吉部への守護神を篠原家が滅亡した後に家臣であった二木太郎が恵比寿山に誕生したと言われている。明治5年に明東県三寺井上高格が現在の通り町に先座誕生したと言われており、その際に官名により今年の主神社と社号を解消した。同年38年に三丁目の大火で通り町の97個が消失し、 今年の吉神社はその時利子したが、再建。太平洋戦争時、昭和20年1945年7月4日、未明徳島大空襲徳島市内地は全焼の中、本殿、社務所は焼失したが、当時、佐藤洋介及び佐藤信弘は、大化の最中においても献身保護により、おみこと体をビザンへ、避難運搬され、焼失より、おみこと体を漁師が守りました。 そのことより、ますます県下並び県外からの辛抱を、敬意を表され、通り場において、戦後復興された。令和2年より、佐藤新一、宮司となりました。恵比寿祭、り、恵比寿さんも再開され、毎年1月9、10、11日、20から30万人の参拝客で賑わう。明治、大正、昭和、平成、令和と現在に至る。ありがとうございます。